お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュライブやってくんですけど、今日はね、昨日紹介したエリコレデッキですね。めちゃくちゃ流行ってますね。はい、僕が紹介したから流行ってるとか、まあそういうわけではないんですけど、まあいろんな YouTuber、ライキさんとか、ポロンさんも焼き鳥もかな、みんな出してましたし、まあマルチ上位にね、このデッキがいるっていうので、まあみんなね、真似して流行ってるって感じですね。ヤナメ型、トルネ型、フリーズ型。っていうので、やっぱこのエリコレデッキに、じゃあ勝てるデッキは何なのかっていう話なんですよ。はい、三重詩というわけでやっていきたいなと思います。エリゴルデッキ、まあそのね、最新のエリゴルデッキにはこう、まあレイジプラスの、まあ、矢の雨かトールネかフリーズとかなので、やっぱ奥底のねユニットの処理がなかなか難しいデッキっていうんですかね。まあ最近だと結構そういうデッキが増えてます。言ったら、まあクエイク入りの、まあ、ホグとかロイフグとかですし、あとはまあウッドだけとかザップだけとか、まあそういったデッキもね結構増えてるんで、最近皆さんは三重詩の存在を忘れてるんですよね。はい、というわけで、もう三重詩でこうもうチンパンしてるエリゴレを、もうね、僕はあれですね、なんていうんですかね、制圧っていうんですかね、まあ、とりあえずボコボコにしていきたいなと思いますね。はい、クロスだ。これはあれだな、俺がボコボコにされるやつだ。なんでなんでここでクロス引いちゃうんだろうね。今クエイクエリコレとか結構流行ってる。あ、でも待って、俺このデッキクエイク入ってた、ラッキー。これ勝ちましたね。さっきなんかこのデッキが TB に乗っててパクったんですよね。強そうだなと思って、でそういえばクエイク入ってましたね。よろしく。さっさっさ、この SP は無視ですね。あ、でファイブを使ったんで三重詩出しましょうか。三重詩出して、とりあえずね、ニョロニョロして。で、まあ、ロイフ使っちゃったんで、ロイフは繋げれないんですけど、まあまあまあ。クエイク打つか悩みますね。まあ、正直打たなくてもいいみたいなのがあるんで。まあ、むずいですね。小屋置いて待機しますか。うん。で、ここにクエイク打っちゃうと、次の相手の、クロスにクエイク打てなくなるので、一回お休みしちゃいますね。一回クエイク温存で、次相手が攻めてきたら、この ISP ちょっと嫌っすね。もうさっきから ISP 削りしかしてこない、この人。さあさあさあ、ここをロイグ一回飛ばして、まあ、なんとなくセパですね。クヘク打ちます。さあ、これでクロスボウは壊せますと。言った感じで、まあ悪くないペースですね。防衛クロスにクエイクはめっちゃ高回転のクエイクデッキだったら、打っていいと思うんですけど、このデッキの場合、回転が超速いってわけではないので、若干難しいですが、まあでも、アイゴレ、好きあったっけ？なんか、小物で回せば超速そうですね。なんか、そのアイゴレはクロス来るよねって教えてくれてる気がしたので、読みアーチャーをね、当てていきます。で、クロスかな？多分。うん、クロス置かない。はい、スケトカス。いや、いいですね。ぶっ刺さっていきます。で、ここ、なんかむず。むずすぎて困る。小屋置いとこう。で、あ、待って、やべ。これ、アーチャーに行っちゃう。あ、小屋に行ってる。ラッキー。ヤリゴブリンが？ヤリゴブリンがタワー落としてくれる事態が来ます。さあ、ロイフとりあえずセッパー。あと、クエイク269ですね。で、あー、これはね、相手諦めましたね、さすがに。てなわけで、いや、結構いい立ち回りができましたね。なんか、防衛クロス置かれたら、クエイク打たないといけないって思いがちですが、結局次の攻めクロスにクエイクプラスウッド打てれば、相手の攻めは通んないんでね、無理に防衛クロスにクエイク打つ必要はないかなと思います。まあこのデッキだったらっていう感じですね。はい、オッケー。いや、でかいですね。クロスを成敗できました。というわけで、エリゴレマジで来てほしいですね。僕の今日の動画は目標ですね。エリゴレ退治するまで寝れません。そういうわけではないですけど、参戦したらまあ終わるんですけど、この前かな、この前、いや、なんかね、1週間か2週間ぐらい前にマジでびっくりしたんですけど、僕は基本的に今動画で3試合しかしないんですよね。はい、あとなんか1勝したらトロの切り目がいいとか、まあそういう時にはたまにね、モイステンやったりするんですけど、基本的に3試合しかしないのに、なんか2日か3日連続ぐらいで謎に4試合してたんですよね。マジで自分の中では、あーし3試合したから動画終わるかで撮り終わったら、なんか知らんけど4試合してるんですよ。っていうのが
2日か3日か、なんか何日かあったんですね。いや、なんか怖いですね。なんか、感覚が狂っちゃって聞いてますね。僕にとっては3試合なんですけど、なぜか4試合しちゃってる現象が、ちょこちょこね、ありますね。まあ別にそれで損するっていうのはあんま多分ないと思うんで別にいいんですけど、相手これあれですね、ジャイスパのファイブザップだ。あっちゃー、なんでこんななんかさ辛いようなデッキばっか引くんだろう。多分ファイブザップなんですよねこれ。あ、でもここ一回あれか、この三重子はファイブ打たずにユニットのご利用しで多分突破できるって感じだと思うんで、いやこれ数減らしてもよかったな。まあいいよ。オーケーオーケー。いやー、マスク、ナイスナイスナイス。ナイスナイスナイス。ナイスナイスナイス。ナイス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 。いや、でかいですね。これなんとなくミニペでつけて。オッケー。で、スケルトン部隊がいたなー。あ、ミニペ一発？うぃ。なんとなくウッド打つか迷うんですけど、打ってもよかったかなー。まあまあまあ、一回ね、バイバイします。X ミディアムっていうのかな、このジャイスパ5ザップな気がするんですけどね。スパーキーの受けがこのデッキは非常に苦しいんですけど、苦しいですね確かに。あのアーチャーをかアイゴレを人質にしたいですね。アーチャーとアイゴレは両方ですね、両方あの直当てバーンで、あ、待って、三重子固め落ちしてるけど、あれなんだな。固めたら、多分、ファイブザップなんですよね。多分。まあ、あと、槍ゴブリンが、いいですね。槍ゴブリンに、もうちょっとね、うわ、待って、やべえ。いや、これ許容して、フルカウンターなんねえかな。あ、で、多分、この辺でもうね、来るんですよ、スケルトン部隊。あ、めっちゃ引き。待って、これファイブだけ来ないで。待って、逆サイめっちゃいってる。なんで？これ、ん？待って、相手ファイブねえな。待て待て、オッケーオッケー、ファイブねえぞ、いけるぞこれ。ミニペッカーあるな、オッケーオッケー、いけるぞ。これラストチャンスだな。30秒間に合います、多分。多分間に合います。いや、これはね、いけるぞ。あのスパーキーがいるとね、僕の右側に行きたい願望全部なくなっちゃうんですよね、マジで。で、ここほんとやべえ、30しない1体ほんとは送りてー。ここであえてこっちを、下手だったー。普通に左側攻めとけばこれワンチャンありましたかね。あ、なるほどね。これはね、無理。うん、これはね、いや無理じゃなかったな正直。なんかファイブあるって決めつけてましたね。多分ファイブないですねこの人。うわー、スパッキー辛いっすね。でもさっきスパッキーに勝ったんすよ。うん、謎にね、謎にさっき勝ったんですよね。てか、スパーキー多いな。なんか、この、さっきの試合のその2、3個ぐらい前も、スパーキー当たったんですよね。増えてますね。なんか、なんで？エリゴリに勝てんのかな？ワンチャンエリゴリに勝てるかもしれないですね。なんか、ライドラーさえ竹外せば。いや、でも無理そうっすな。どうだろう、わかんないよ。投げやり、投げちゃった。まあ、そんなわけで、いや負けたの辛いな。多分これ三重子うまいことやれば今のは勝てますね。相手がファイブなかったんで、ちょっとねプレイが完璧ではなかった感じがありましたね。でとりあえず勝ち合いですね。エリゴレじゃないんだな。またエリゴレ欲しいですね。エリゴレ欲しいんですけど、欲しい時に限って来ないですね。マジでこう来て欲しくない時にやっぱ来るじゃないですか。まあ、そういうもんなんですよね本当に。エリゴレで勝てるデッキの時にはエリゴレが来ない。けどエリゴレ来たら負けるわっていうデッキを使うとエリゴレが来る。まあ、しょうがないですね。さっさ、これちょっとワンテンポエリーもったいない気もしますが、アーチャーでさばいてからさばいていきます。うい、クエクって、アーチャーが、いや、このアーチャー結構でかいですね。左のやりゴブも結構でかいですね。いや、これは、一体残るやつじゃないのか。お前、なんでやねー、なんでやねー。痛い、痛い、痛い。相手は、お前、なんで、なんでやねー。なんでポイズン外すねん。そんなことある？やばくないですか？え？ちょっと待って待って。そんなことある？で、ちょっとこれ、延命しまーす。
ポイズン冴えたな。ポイズン冴えたね、君。島ポイズンして煽ってきたので、ここはねすかさず三十四展開をしたいんだけども、やっぱ回転が速いので薄い回っちゃうかもしれない事件ですね。もう4枚出た気がするな。まだかな、あと1枚かな。あー、これで出してたか。おお、当ててくる。オッケーオッケー。まあここ三十四二体はしょうがないですね。まあここにシンプルにウッドじゃねえ、ミニペイつなげるだけで苦しいと思うんですよね。ああ、いいやいこれだな。いいやいこれだ。で、コウモリか。ああ、いいコウモリだ。まあまあまあ。一回スケバレで落として、まあここずつ捨ててもいいな。捨てつつの、まあ、ローイングクエイクしちゃいますか。一旦ね。一旦ローイングクエイクして、そろそろここでスケバレ飛んでくるのをアーチャーで処理しようとしたが飛んでこない。延命対決勝つ。うわー、そのタイミングか。まあ、でもこれはディガーを溶かしてしまえば OK。 あ、やり込む。なのに1600ですね。相手ポイズン使ってくれねえな。これ、ポイズン使ってくれないんで、使ってもらいます。アーチャー固めて、もうポイズン使ってほしいですっていうのを呼びかけます。そして、ポイズン使ってくれない。まあでもアーチャー逆に固め出しすれば、それはそれで相手も辛いので、オッケーオッケー。あとゴブが、こういうもうポイズン使いたいでしょ、絶対。これ使いたいでしょ。本当に使わない。いや、我慢強えな、この人。なかなか強えぞ。なんか押されてんな。なかなか押されてんな、俺も。これ、ウッド打っていいっすね。で、アーチャー置いて、そろそろ打ちたいだろ。そろそろ、先置き来た。先置きはね、おいしい。おいしいおいしい。まあまあまあ。で、あー、待って、これ、釣れるかな？オッケー、釣れた。で、これ、多分、ボム回ってないかな？あ、今回ってか。これ、完璧なウッド。完璧なウッディ。え？おっさん？おっさん、ちょっとやめて。おっさんがなんか、一方的に打ってきてる。さあ、ここで、あー、オッケー。いや、でかい。これ、ちょっと高めにしないとやばいかな。オッケー、オッケー。あー、オッケー、オッケー。いや、これはね、いい、完璧。あと、もう、クエイク削りですね。クエイクで、ひたすら削っていきます。で、あれちょっと厄介なんで、飛ばして、ディガーさっきから裏なので、拾って、クエイクあと2周で落ちねえかな。269。俺の計算だと無理だな。まあまあまあ、あとクエイク、適当に打っていけば、勝てます。あ、三十四いらねえな、このデッキ。ああ、言ったらダメか、さすがに。三十四いらねえことに気づきました。皆さん的には、どうでしょうか。こういうと待って、ディガーさっきからね、100% 裏なの。っていうようなね、特徴を、こう、試合中にね、こう、見つけることも大事ですね。特に、相手がディガー使ってる場合とかに限りますかね。どうだろう、ホグとかもかな。なんかタイミング、毎回このタイミングで来るな、みたいな。あるじゃないですか。なんで、相手の癖とかをね、試合中に読み取るっていうのも、すごいね、大事になってくるかなと思いますね。基本的にディガーは裏に投げやすいですね。基本的に後ろに投げる癖がある人が多いかなと思うんで、まあ、適当に後ろの方にね、ミニペイとかなんか出しとけば拾えますね。よろしく、雪玉ですね。よいしょ。三十四がね、さっき活躍しなかったんで、今回活躍することになって出していきまーす。小屋をね、最初に置けるといいんですけど、で、小屋にポイズン打ったら三十四いけるみたいな。ふんふん。アイガリ雪玉マスケ、スケラからワルーンの二択でしょう。これ、ローグ飛ばすだけで相手泣くんじゃないの？あ、俺が泣く。コウモリか。コウモリか。おー、いや、いい雪玉だ。いやでも、相手これあれですね。バルーンなので、よく考えましょう。バルーンなので、今ゴブが置くと、逆サイバルーン来て、おじいじいだな。っていうのを考えておかない。で、いやー、フェイクかいな。いや、飛ばしてくるんかいな。で、まあ、アーチャー出して、
さあさあさあ、いやーこれあでも全部残る。あいいですね、一回置いてここで三十子展開をできればいいかな。バルーン相手回ってないのでバルーンが来れないと思うんですよね。よいしょ、ティンティティーン、ワンチャン逆サイアイゴレバルーンディガーとかはありえますね。あー当たっちゃったな、予想が当たっちゃった。これ多分拾ってくれますね、ミニペックが。でここにこのバルーンは許容ですね、許容せざるを得ないので、これ一発だけで逆にこっちの攻めになるって考えれば、まあ美味しいダメージかな。でスケが多分この辺に出てくるが、あー殴れはしない。ふー怖いですねこれマジで、あの本当にワンパンされそう、ワンパンされそう。ディガー、あー俺のアーチャー、うわ俺のアーチャーで、ウッドか、ウッドしてこねえの助かる。待って待って待って、今かい、あこれスケにウッド打って、え待ってミニペ爆発しろお前、んミニペ行け、行け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 、待って押す押す押す、ナイス、いいね、お前早く行け、お前早く行けっていうじらすタイプじゃん、天気じらすというかね、早く行かせたがるやつ、お前から行けよって俺がよくするやつだそれ。おい来た拾う、でこれはもうね来た、アイゴレミニペからのルーフグで相手ユニット出しづらいよ。あ待って、爆発しろお前、もう一回待って、あおい来た、えミニペ一回ヒーローじゃんこの試合の、ミニペ殴ってないと正直苦しかったですね。でも雪玉とか何もなしでマジでアーチャーと五分小屋だけでほぼ戦いましたね。三十子出したか、一回出したな。ですけど意外とやっぱ五分小屋がさらに強いですね。でまああと相手のやっぱ毎回ディガーをねこうアーチャーに当ててきたっていう癖をね掴んで処理できたんじゃないかなと思います。あれ今日何試合した、ワンチャン今日4試合しちゃった、あれ3試合しかしてない気がするんですけど、どうだろう、まあ覚えてないですね。そんな感じで、まあ、一旦終わろうかな、2試合しかしてないのかな、え待ってやべえ何試合したか覚えてないですねマジで。スパーキーめっちゃやってる、何試合したか覚えてないんですけど、いや待てよ俺まだ2試合しかしてないですね本当に、えちょっとマジであの本当に何今日何試合動画撮ってるか分かんないので、もう一戦やっとこね、もしこれで1試合しかしてないとかなったら事故っすからね、今日ラットの動画4分だってなっちゃうっすからね。いや待って本当に覚えてね、やべえ記憶力じいちゃんになってる最近。はい、まあ決しておじいちゃんをねディスってるわけではないです、そこだけはねご注意ください。よし、いやーそろそろ寝ないきゃですね、本当に眠くなってきましたね。3時には寝る予定だったんですけどずっとクラロワしてましたね。ウィザード、いやウィザード辛いっすねマジで、あの処理できないんでこのデッキからしてね、本当にいるならば。さあゴブリン、ゴブリンだってホグ、あーこれ間に合うかな、ワンチャン完封、うーいやーちょっと遅いね、あーやべーこの3が5マジでエッチだな、3が5ゴブリンか、3が5ゴブリンホグっすね、3が5メガナイトとかいそうですけど、ミニペ3が5ホグフリー、ホグフリー、ほっくらホグフリーですね、間違いなくホグフリーですね。フリーズが入ってますので五分小屋でホグをしっかり釣ってかミニペで完封意識、フリーズ気をつけたいですね。なんでまあフリーズなんで僕の三十子が大暴れするのは間違いなしですね。でこれに対して三が5とか、あこの小屋延命したいですね、あえて五分小屋結構辛いと思うんですよ。で三が5とか、おだよね、おいいねいいねいいね、あこれアイゴレつけてよかったですね。ザップなんで、アイゴレアーチャーが辛いんですよ。ミスったーってか、待って、今ザップ使ったな。となれば、これはで、真ん中の辺にプリン、おい。あはー、全部緑のおじいさんっぽいお兄さん死んじゃった。
これちょっとむずいですね。ホグ4コスホグ来ると、あ、ミニペッカあったわ、ラッキー。これちょっとミニペが遅いんで一発入っちゃいますが、で俺のミニペ多分優秀なんで先に殴りかかれ、あー先に殴りかかれはちょっとサイコパスですね。さすがにサイコパスだな。でもなんか相手が攻撃した直後だとね、ありますね。で、相手8枚プリンとかどうなんだろう。うん、いや、美味しい美味しい美味しい。で、相手のプリンに速攻と転がして、転がして、オッケー、5袋残る。30紙出したっけこの試合。出してねえな。いらないんじゃねえか、マジで。対エリゴレ用ですね。対エリゴレ用のカード。オッケーオッケー。でも、これ絶対きついで、相手のこのプリンですね、僕がきついのは。相手のこのプリンを僕は早めに処理したい。なんなら、1周目のこのプリンには何もせずに、次の2周目のプリンにウッドを打ちたいみたいになりますね。多分この辺出てくるんですよね。構えて。うわ、え待って、相手の防衛の仕方おしゃれすぎだろ。今の、読んだのか俺の攻めウッドまで。あれなんか流れてきた。え、うまいぞ。うまいぞ。まあ、ですが、あと、これは神相性で、多分相手が勝つとしたら、そろそろね、攻めフリーズをしたい時間だと思いますので、ホグミニペとか来た時に、ミニペッカを、こう、ちょっと気をつけたいですね。ミニペッカフリーズとかはね、多分狙ってくるタイプだと思いますんで、よいしょ。よいしょ。おい。で、これもウッドして、まあ、防衛なんかうめえんですよね、さっきから。やべえ、これ、ちょっとやばいですね。ちょっとやばいですね。まあ、釣って、あい、釣ってさえしまえば、来ましたね。で、ワンチャン。やべえ、いや、結構やべえぞ。ちょっと待って。汗、汗、汗。汗、汗、汗、汗。やりゴム殴れ。あー、殴れよ。ちょっと待って、ちょっと待って。これやべえ。フリーズで、待って、全部持ってかれるかも。え、待って。さて、やべえ。あー、汗汗汗、危ない危ない危ない、え、待って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 、ん、待って待って、ザップで終わる、んでも、おー、あぶねー、負けたかと思いました。あぶねーですね。あの、言ってたことが本当に起こってましたね。ミニペッカのフリーズでワンチャン来るっていうので負けるって言ってたんですけど、本当にそれされてね、ちょっと30視点回が良くなかったかな。普通にユニットで守っても良かったかもしれない。五分小屋で。相手小屋壊せないので。ちょっと危なかったですね。負け筋を引いてましたね。はい。ってなわけで、この30視なんか TV に載ってたんですけど、意外と万能そうなので、ぜひね、お試しください。ってわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。チャンネル登録、高評価、コメントもね、ぜひお願いします。ではまた。バイバイ。